白アゴガエルは、同性交無比目アオガエルか白アゴガエル族に分類されるカエル。環境省指定特定外来生物。日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。学名は、白い上唇を持った、よく跳ねるものという意味。東南アジア原産。日本では、沖縄諸島の大部分、大東諸島、宮古列島の大部分、八重山列島。 奄美群島に移入分布している。住宅地や農耕地、虹林に生息している。体色は茶褐色で、上顎が白い。背面には細かな下流状突起があり、基本的に明瞭な背側線や背中線はない。夜行性、樹状性だが地上でも活動する。繁殖期は主に4から10月。直径5から8センチメートルほどの泡褐色の包状の卵塊を、 池や水たまりなどにある木の枝やコンクリートの壁面などに産みつける。日本では1964年に沖縄本島の嘉手な基地の前で採集され、その後1997年には宮古列島で2007年には石垣島で発見された。貨物に紛れて侵入したと考えられる。餌や産卵場所をめぐる競争、鳴き声による繁殖妨害を通して、 在来種のカエルに悪影響を与えている可能性がある。また、本種とともに本来日本国内には分布していない線虫の一種が持ち込まれており、こうした寄生虫の影響も心配されている。石垣島では発見当初のアニ千七7年からオタマジャクシが確認された陳謝池に塩素材を投入して駆除を進めている。イリオモテ島では、 2015年8月に鳴き声により侵入が確認された。また、同年9月には陳謝症でオスが捕獲され、同年10月には卵解が発見されて繁殖も確認された。しかし、薬剤防除や人手による駆除が行われた結果、2017年5月以降は生息が確認されず、環境省では2019年10月7日に、 白アゴガイルの繁殖が確認された島で初めて、イリオモテ島での白アゴガイルの根絶を発表した。ありがとうございます。